す。はい、今週はリッチファレンのナビゲーターですね。ナビゲーター、はい、の中谷さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。中谷さんね、今回、はい、まあ、リッチファレンの本もね、リニューアルされて、はい、中谷さんが監役ということで、そうですね、まあ、この宣伝ですかね、に来ていただいた。宣伝なんですね。宣伝なんすねって中谷さんに聞かれるという、ね、はい、宣伝に来ていただいた感じですかね。はい、そうですね。あ、そうなんですね。はい。で、まあ、これめちゃめちゃいいと。はい。100% 宣伝ということで、めちゃめちゃいいというふうに聞いてるんですけど、まあここで本で例えば、まあそうですね、じゃあどこが一番良かったですか、まあ聞いておられる方に、まあ持っておられる方もね、いると。そうですね、まあまあ本当にめちゃくちゃいいんですけど、はい、まあ、ここやればね、もうこれやったらもう儲かるぜ。いや、そんなんないです。そんなんない。そういうのはないです。そんなんないです。そういうのはないです。ない、儲からない。もういや、儲からないとかじゃなくて、そすぐに儲かるとか、そういう話じゃないです。すぐに儲かる、本質的な話になるので。しょうもないこと言うなっていう話ですね。しょうもない。はい。はい。なんで、はい、まあ、僕が響いたのは、はい、そのもう諦めかけてた、そのやっぱり世界でナンバーワンになる、あなたが世界ナンバーワンになるスキルはどこにあるのかみたいなね、はい、そういうことが書かれてるんですけど、それを見つけるというか、そうです、自分自身の強みみたいなものをしっかり見つけるっていうことで、はいはいはい、あなたがワールドクラスになれるようなそのスキルはどこにあるのか。あ、そうなんですか。それが一番、はい、中谷さんの僕の中にはもうそんなんて諦めるじゃないですか。結構世界一って言われたら ね、まあ、なんか無理ちゃうかみたいな、無理ちゃうかみたいなのあるじゃないですか、はい、例えば中谷さん、そしたらこうどこなんですか、その世界一。それちょっとね、今探し中なんですよ。すぐに見つかってないって。そんなすぐにやっぱ見つかるわけがない。なるほど。まあでもね、もうまずは日本一からみたいな話。そう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 。なるほど。でもかなり模索してて、ここじゃないだろうかみたいなのは、あ、目星はついたんです。ついてきてるんですよ。はい。それはちょっと言うのはちょっと勇気がないです。まだまだですか。なるほど。やっぱりちょっとそこのあれはあるんですね。ハードルが高いですね。それを結構夢は大きい感じなんですか。全然ですね。僕職人みたいなとこがあるんで、はいはい、ここを追求していこうみたいな。例えば僕で言うと、はい、その僕ね、そのどうもヒアリング能力がすごい高いっぽいですよ。そのお客さんのとこ行ってリサーチですよね。リサーチする、はいはい、それってこう、まあ、なんて言ったんでしょうね、世界一って、まあ、普通、まあ、無理ちゃうかというかね、まあ、オリンピックに出てね、世界一になるのとかもものすごく難しいじゃないですか。だからそういうイメージがあるんですけど、そんなこともないんですか。なんかそう、これ読んでたらいけるんちゃうかな。じゃあ世界一になれるものはじゃあ何かみたいな探し方をしだすんですよ。その見方が変わるというか、これでなるとかいうよりも、自分がなれるもの何かっていうアプローチでやったら、うん、いけそうなものが見つかるっていうことですかね。例えばその、あの世界を相手にしなくていいとか、日本人向けのマーケットで世界一になるってこともできるわけじゃないですか。なるほどなるほど。そうそうそう。そうか、同じ分野でも日本人向けのある商品でやったら、うん、世界で一番と、はい、どこの国で売ってるものの中で一番と、うん、なるほど。別に世界トップシェアじゃなくてもいいですもんね。そうそうそう、海外のそうコンテンツが来ましたと、あのマーケットに関しては中谷に言った方がいいんじゃねえのっていう、日本人に相手するんだったらっていうのも絶対できるわけじゃないですか。なるほど。だからそういうことを考え出すんですよね。じゃあ自分がワールドクラスになれるビジネスってどういうものがあるのかっていう見方をこう変えることができるというか。ちなみにこの、まあ、やらはって中谷さんは何がこうワールドクラスいけるなと、うん突っ込んでくるんですね。見つけたみたいな。それね、あの、まあ、明らかに自分の強みこれですみたいな、恥ずかしいですけど、なかなか恥ずかしいですね。でもなんか自分と向き合うといろんなことが出てきたりとか、はいはいはい、すぐに見つからないんですよ。この本にも書いてるように、やっぱ、才能と能力っていうものがあって、その元々持ってる気質能力と、もう後天的についた能力みたいなのがあって、でそういうのがを向き合うことが重要で、まあ、僕がやったのは例えばあの母親に電話して、3歳までにこうなんか他の子供とちょっとこの子変わってんなとすごいなと思ったとこないかみたいな、なるほど、話を聞いたりとかで、まあ、それはいわゆる先天的な方を探してるんですね。そうですそうです。そんなもんあらへんよって言われたんですけど、なかなかこれはびっくり失敗というか、そうそうそうリサーチ失敗みたいな、なるほど、そんなもあるんですけど、ね、残念という、はい、でもなんかまあ小学校1年生から同級生、まあ、そいつも経営者やってるんですけど、そいつにあのメールで俺の強みって何やろみたいな話して、もうちゃんと送ってきてくれたんですよ、箇条書きにして。へえ、うん、ちなみにそれどんなんやろ、大丈夫ですか。まあでもなんかその言える範囲でまあ粘り強いとかね、そういうことですよ。あの粘り強くて、あの、まあ、その恥ずかしいですけど、その
ピュアやとかね、純粋やとか、まっすぐやとかね、なるほどなるほど、人をにあったかいとかね、そういうことを送ってくる、うん、嫁に聞いたりとかね、うん、そういうことを繰り返すことによって、で周りに言われる言葉と、うん、自分が感じてることっていうのをこうガチャンコして、自分がそう思ってへんかったけど他人から見たらみたいなのもありますもんね、やっぱりね、それがあの元になるっていうイメージなんですか。そうですそうです、だからそれがね、だから楽しくてやってると、あ、じゃあ俺ってこういう人間ちゃうかなみたいな、だからそういう中で、まあ自分の強みっていうのはやっぱりリサーチの力であったりとか、その、あとはまああれですね、リサーチの力とか、あと僕バランス取るの、組織に入ってバランス取るのが好きみたいな、そう、へえ、組織に入ってバランス取る、例えばこの組織にはリーダーいないなと思ったら率先してリーダーになりに行ったりとか、あ、自分がその穴を埋めるみたいな感じですか。そうなんですよ、へ、明るさが足りへんなってなったらちょっとおちゃらけてみたりとか、ね、マジですか。すごいですね、多重人格みたいな感じです、そういうのが、そういうのが好きみたいですね、へえ。だからバランサーというか、そのバランスを取るっていうことが結構なんか怒ってはんなと思ったらちょっと近寄っていって、怒り、怒りを鎮めたりとか、なんかそういうのをこまめにするのが好きみたいですね、へえ、うん。なんかそんなこととかね、分かってくるっていう。で、例えばその、まあ、リサーチとか、うん、まあ、リサーチであのマーケティングのリサーチですよね、うん、おそらくね、こうお客さんが何で買ってるのかとか調べるっていう、それとか、まあ、バランサーっていうことなんですけど、うん、それをちょっとなんていうんですかね、ビジネスにこう転換するっていうか、うん、その、まあ、自分がこれが得意やなっていうのを、うん、こう自分のビジネスにこう転換するというか、お客さんが価値感じるようにするっていうところまで、ちょっとこうなんて言ったでしょうね、距離があるというか、はいはいはい、あると思う、そこってどういうふうに、うん、これね、まだまだこう開拓してるところなんですよ。中谷さんはなんかそのリッチのメソッドとかもあるんですか、ね、そこでどうするかみたいな。ないですないです。あ、それはないですね。やっぱそこはやっぱ向き合って、自分が何が得意かみたいなので、これ、テストするしかないですね、それも。あ、自分がそのビジネスでこれがいいんちゃうかと思っていろいろやっていくと、うん、もちろ ん, なんかツールみたいなのがあって、ストリングスファウンダーみたいな、ストリングスファウンダーっていうんですかね、はいはい、そういうのものなんか自分の強みにつけるツールみたいなのもあったりとか、そういうのあるんですけど、それもやっぱり参考程度 に, ならないにしかならないですよ。例えばまあ僕だったら共感力が強いとかね、そういうことはなんか二十何項目あって、上位5位まではこれだみたいなのもあるんですけど、まあ、それ参考にしかならない。でその強みを、まあ、例えば見つけて、うん、まあ、参考にするじゃないですか、うん、でそれをこうなんて言ったでしょうね、生かしてビジネス作っていくっていうのはこうどうしたらいっていいかなっていうのが、まあ、結構難易度高いかなっていう。高いですよね。そうですね。だからそれをやっぱ自分、僕の場合はもうリアルじゃないですか、そのお客さんのランディングページを作る、集客ページを作りますってなった時に、お客さんの有料顧客さんにリサーチ入って、そのままフィードバックして、うん、ページを作ったりとかするんで、そこはできたりとか、うん、あとは僕の場合はもう一個強みとして、その人の、考えてることとか思ってること、欲しいと思ってることを理解する力っていうのが、うん、おそらく強いんだろうなと思う。でそんなんも結局、じゃあ山田さんが見込み顧客やとして僕に会いましたとなった時に僕がお客さんですね、お客さんとして、はいはい、でこう喋ってて、うん、なんかこいつまとえてへんなとか、俺そんなこと思ってへんでってのを思って繰り返してたら絶対お客さんになってくれないじゃないですか。そういうのは絶対的に強いはずなんですね。こういうの求めてるんでしょみたいな、じゃあこれ必要っすねみたいな。ということはその自分の特徴がそのどういった仕事に生きてるのかっていうのは、一緒に仕事してる人とかに聞くとちょっと、あ、めっちゃ早いかもしれないですね。 それもやりました。そういえば、あ、そうですか、はい、7年間一緒に働いてる人に聞いて、そういうのも聞いて、なんか強みとか感じることありますみたいな。で、中谷さんのってことね。じゃあその強み見つけてやるっていう時は、まあ一つ先天的なものを見つけるには、うん、まあ、お母さんに聞くと、うんうん、っていうのもいいし、まあ失敗することもある残念ながらね、はいはい、残念ながら失敗することもあるけど、まあやってみるっていうのとか、はい、まあ小学校からの同級生の聞いてみるとか、ね、あとはなんかあれですかね、そのストレングスファインダーやって、うん、ちょっとこうなんですか、テストみたいな感じですかね、うん、適性テストみたいなのやってとか、そういうのを参考にして、まあ、仕事の人とかやってる人にどういうふうにそれが生きてるのかって聞いてみて、でそれをどうやって自分の、まあ、起業する人やったら、まあ自分のね、どうやって起業、そのビジネスプランにどうやって進むのかっていうところとか、自分の会社で働いてる、まあ、自分の社長さんやったら、その自分のビジネスにどうやってより反映し、この強みを反映していくのはどうしたらいいかっていうのを考えていくのがいいっていう感じなんです。
ですかね。だからそれを生かしてビジネスする人とそうじゃない人って収益率16倍ぐらいちゃうらしいんですよ。16倍ですか。リッチ曰くですよ。なるほど。これ最後にそのすごいいいすごくないですか。あ、それなんで16倍も出るんですかね。やっぱり強み、うん、なるほど。なんで16倍も、強みにフォーカスしたら、はい、やっぱ結局28の法則が働いて、はい、その20% の労力で 80% 利益が出すっていうのを、ほとんどの人が逆やってるんですよね。どういう逆ですか。だから、80% の労力を使って 20% の収益がしか上げてないみたいなことをやっていると、うん、だそれが単純に言ったらそれを、4倍にするわけですね。 20% しかできてないところを 80% にするから収益も4倍になるから、かけることの16倍になるという計算。なるほど。28でその8割やめて、うん、その2割ばっかりやったら、この2割が8割の成果出してるから、この2割がぐっと増えたらこう16倍ぐらいになると、っていう考え方ですね。なるほど。でもこれみんなやらないですよ。こんなこと言っても絶対やらないんですけど、やったら全然変わりますよ、収益が。そうそうそう。じゃあ例えばなんですけど、その強みを生かした形でこうビジネスやった、で中谷さんがこうパッと思い浮かべてる、思い浮かぶところってどんなところがありま す, す、ね、ここで今のところ今会社やったって、はいはい、自分その会社の強みをすごく生かしてやってんなっていうふうに、ですごくうまくいってんなっていうようなところってどっかありますか。僕のクライアントの、ハウスクリーニングの会社があるんですけど、これあのブループリントセミナーでも話したんですけど、はい、そこすごくて、はい、家の掃除っていうことですか、ね、あ、そうですそうです、はいはい、で、まあ、売りたいものは別にバックエンドであるんですけど、あ、なるほど、はいはい、ハウスクリーニング会社があって、そこの社長の強みは、組織を分業して組み立てていくっていう強みがめっちゃあるんですよ。ほう。だから1人のセールスマンとしてはそんなに優秀じゃなかったらしいんですよ、その社長曰く。あ、そのハウスクリーニングのセールスマンやってはった時もあったんですね。あったんですよ。でもそのトップセールスマンになったことはないけど、チーム単位でいつもトップだったらしいんですよ。あ、セールスのチームを率いてってことですか。はい、だからそれに集中して自分は組織を作ることだけに専念してるんですよ。で現場のトップは別の人がやってるんですよ。なるほど、はい、それもハウスクリーニングじゃ考えられないような収益体制になってます。そこの中身はちょっと言えない言えないですけど、その人 は, そ, はそのハウスクリーニングっていうビジネスで、うん、まあ、でも組織を作るっていうのはいろんな、ね、ビジネスでできると思いますけど、それをハウスクリーニングでやったってすごくうまくいってるってことですね。例えば普通どれぐらいで、そこどれぐらいとかってあるんですか。多分ね、10倍ぐらいの差はついてるんじゃないですか、収益だけでも。利益率が10倍ぐらい出てる。10倍ぐらいついてるんじゃないですかね。それすごいです、すごいです。で、そこはその人は、まあ、一番 原動力になってるのはその強みにフォーカスしてるから出てるってことですね、うん、でやっぱり強みにフォーカス、今パッと思ったんですけど、強みにフォーカスしてるとやっぱりあまり真似されないっていうのもあります、ね、あ、でもそれはそうやと思いますね、うん、自分がその USP になるというか、その、うん、ね、軸になるんで、強みになるんで、自分って絶対真似できないですもんね。で、得意なことなんですもんね、はい、その人のそれが。だからあの小さい規模でビジネスやってる人だったら、もう自分を強みを押し出していったら絶対模倣が難しくなるんで、それは絶対的にやった方がいいですよね。追いつきにくいですよね。なるほど。利益も出るし、うん、この強み生かしビジネスすると利益も出るし、うん、差別化もできるし、まあ、差別化できるっていうか結構長くね、はい、息長くあんまりすぐ真似されて そのっていうのになれないっていうことですね。そうです。なのでその強みのところをやっていた方がいいと。いいですね。まあ、これがそうですね。ここによく考えるパッとね、あなたの強みと情熱を生かすビジネスの作り方って書いてますもん、ね。書いてます。なるほど。そういうことが載っているということです、ね。素晴らしいです。はい、素晴らしいですよ。宣伝という。はい。素晴らしい。できました。ということですね。うまく宣伝できました。はい。で、まあ、こちらはね、まあ、宣伝ばっかりということで、はい、もう一個なんか宣伝がある。もう一個宣伝ありますかね。ちょっと待ってくださいね。なんかあのポッドキャストを、はい、あ、そうですね、中谷さんが、はいはい、僕がね。宣伝してるみたいになってる、はい、僕宣伝ありますね、はい、あのリッチシェフレンのポッドキャストが、はい、あの新しくできて、まあ、これは今レスポンスのポッドキャストで、はい、リッチシェフレンのポッドキャスト、メインは僕と西野さんでやっていくっていう感じのポッドキャストが立ち上がっていくので、うん、あ、西野がやってるんですね。西野さんがやってるんですと中谷さんで2人でやるっていうのがいい、はい、なるほど。でそこではもうそれ聞けば自分の強みが見つかって、うん、もうドーンとビジネスが行く。そんな簡単いかないですそればっかりじゃないですか儲かるしか言わへん違うと、はい、もうコツコツと、ね、コツコツとやっていく、素敵なものを積み重ねていくという、長期的に、はい、それを構築していくってことですね。そうです、はい、失礼しました、はい
決してレスポンスがねドンと行こうみたいなっていう意味ではないので、はい、誤解しないということで、はい、ではまあ今日は宣伝2本立て続けりということでしたわ、はい、ありがとうございました。では今週のレスポンスポッドキャスト宣伝2つになりましたが、申し訳ないですがこれでおしまいになります。ありがとうございました。